この動画にはゆっくりボイスと、ガバガバな考察が含まれています。間違いがあったらコメントで教えてね。皆さんこんにちは、ゆっくり解説の霊夢です。解説のマリサだぜ。超時空要塞マクロス機体解説編ということで、今回はそのタイトルにもなった、SDF-1 マクロスの解説を行っていきたいと思います。年表解説の方でも大まかな流れは解説していますが、もう一度おさらいも兼ねて解説していきたいと思います。1997年7月、この異星人の宇宙船は太平洋上の南アタリア島に落下しました。この宇宙船から得られた技術は、OTM、オーバー、テクノロジー、オブマクロス、と呼ばれ、その後の人類の生活に対し、良くも悪くも大きく影響を与えるものでした。ちなみに、墜落してからのとりあえずの名称として、ASS-1、エイリアン、スター、シップ、1、が名付けられたぜ。その後の統合戦争などのいざこざを乗り越え、晴れて統合宇宙軍所属艦となったものが、SDF-1 マクロス、スーパー、ディメンジョン、フォートレス、1、詰まるところの、超時空要塞マクロス、と呼ばれるものです。マクロスは全長1200メートルと、人類から見れば超大型船でした。その構造はモジュール構造となっており、各セクションを敵に動かせる構造となっていました。後にこの機能が大いに役立ちます。また、このマクロスの脚部には、フォールドに巻き込まれた南アタリア島の市民たちが、都市を建造し、そこから、長期間の宇宙空間生活における、人類への影響や宇宙での生活に対しての、大変貴重なデータを取ることができ、後の移民船団設立において大きな糧となるものでした。では、武装の解説に移りたいと思います。主な武装は、機体のおおよそ半分を占める、機砲。両肩部にそれぞれ2門ずつある副砲。また、自己防衛用兵装として、ピンポイントバリア、全方位バリアが装備されています。機砲については、劇中で描かれていたように、敵艦を一発で仕留める威力があります。しかしながら、フォールドの後は、動力を伝達する機関まで消失してしまったため、前述したモジュール構造を活かし、トランスフォーメーションをすることでピンチをしのぎました。ちなみに、トランスフォーメーションにはおおよそ3分かかり、また、モジュール艦は完璧に接続されるわけではないので、その度に複数の動力ケーブルを可変戦闘機等を使用し、接続するという、絶え間のない努力が行われていました。また、この時モジュールの移動に巻き込まれて死亡したり、モジュール艦に阻まれて完全閉鎖空間ができるなど、もともと、考えられていなかったため、大きなトラブルも発生しました。副砲については、立派なものがついていますが、劇中前半に限って言えば、単なる飾りでした。これは浸水式後宇宙ドックにて偽装が行われるはずでしたが、その工程をすっ飛ばしてフォールドせざるを得なくなったからです。なので、劇中での対空砲火や各種ミサイルは、マクロスに張り付いた、デストロイドやバルキリーが全て行っています。ちなみに、地球壁艦する最中に偽装が完了し、後の最終決戦では、しっかりとその役目を果たしています。ピンポイントバリアについては、フォールドシステムが消失した際に、偶然生じたエネルギーを利用した、局所的なバリアとなっています。落ちてきたものを使ったり、得体の知れないエネルギーを使ったり、結構無茶なことをしているんだぜ。その挙句、その操作は、オペレーター3人がトラックボールで移動させるという、神がかりな反射神経で支えられてたんだぜ。最後は全方位バリアです。これは、ピンポイントバリアの発展系とも言えるもので、マクロス全体を巨大な球状のバリアで覆うことで、敵の攻撃を全面的に無効化するという、夢のようなものでした。ただ、得体の知れないエネルギーを使ったため、案の定暴走、オンタリオ自治区と、ある一人の男の命を奪うこととなりました。しかし、その後の作戦では安定化に成功し、マクロスを守る大きな力となりました。また、地方が使えなくなった際、てんやわんやしたクルーが編み出した荒療治として、ダイダロスアタックが挙げられます。
これは、右腕に接続されたダイダロスの艦首に、ピンポイントバリアを集中させ、そのまま敵艦に突っ込み、内部からデストロイドで射撃を行うことで、逃げ場のない爆発で敵艦を落とすという、作戦というか、格闘戦です。案外うまくいき、ことなきを得るが、ゼントラーディもバカではないので後に痛い目を見たんだぜ。後の世でも、マクロス、アタックとして使用され、その絶大な破壊力を見せつけます。以上が武装塔解説となります。マクロの空を貫いて、地球を撃ったイカズチは、いい意味でも、悪い意味でも、幼い人類を目覚めさせたと言えますね。マクロスが落ちてこなくても、どうせ核戦争で汚染されて絶滅しかけていたと思うし、そう思えば、ゼントラーディとの戦争はあったにしろ、オーバーテクノロジーを得られて、その後銀河中に種を広げていったことを考えれば、マクロスは人類を目覚めさせたと思えるんだぜ。事実、マクロスと同型艦の SDFM9 も後に建造され、また、新マクロス級も登場したことから、マクロス墜落の影響はとても大きかったと言えますね。それらも後に解説していきたいと思います。以上、超時空要塞マクロスの解説とさせていただきます。それでは次回パートをご期待くださいなんだぜ。ご視聴ありがとうございました。